せーの、選手権トーク。はい。選手権に出たくて。はい。僕は小学校4年生の時に南が全国優勝して、それを生でテレビで見て、南に行きたいなと思って高校選びました。面接これ。みたいな感じです。そうだった？俺はジュニアエース入って毎日のでその。もともとはユース昇格を目指してやってたんですけど、まあ、実力不足で、まあ、昇格することができなかったんで、まあ、高校サッカーに、まあ、行く選択肢しかなかったので、まあ、それからどの方法がいいかっていうのを考えた時に京都立花対市立船橋の試合を見てたんで、まあ、その試合見て面白いサッカーするなと思って決めました。誰か僕は選手権出たくて決めました。近かったから、ね、違うわ。あんまり全国出てるチームじゃなかったけど、俺が高校生上がるタイミングの時に全国入れたってのもあって、これから強くなるんだろうなっていうのと、たまたま知り合いのコーチがそこの監督に赴任したっていうので、まあ、そういう人が行くよっていう話も聞いて選んだって感じです。ちょっと回りくどい言い方になりました。印象としてはやっぱりユースの方が技術が高くて、なんだろうな、技術が高いっていうのが印象で、どっちかっていうと高体年は気持ちとか強くないと本当にやっていけないようなとこだったと思うんで、気持ち重視だったかなって感じ。いや別になんかユースをどうこういうあれはないですけど、まあ、タフさとか培えたのかなっていう、まあ サッカーのところはまあ結構、まあ確かに、トマ言ったように、技術はユースよりかはないと思いますけど、最後まで諦めないとか、そういうなんか根性論というか、は多分どこのチームも高校はあるなっていう印象ですね。高校サッカーは、学校生活にサッカーに影響してくるかなと、自分でやってて感じました。学校生活も良くなきゃ、サッカーにもいい影響が出ないので、直接つながってて、先生もいろんなとこ見てるから、サッカーだけじゃなくて学校生活もだから人間としても成長できたかなって思います。確かにそれがありますね。確かに ね、まあ、勉強もしたしね。勉強した本当に。したよ。思い出僕ありますよ。僕は2年生だったんですけど、全国じゃなくて地区大会なんですけど、リーグ戦ずっと出てたんですけど、地区大会始まるときに全然試合出れなくなって、でも本当決勝まで5試合ぐらいあったのに、多分スタメン1試合しか出てないみたいな。でも決勝の時も、まあ、案の定スタメン外れて、でも試合開始直後からもずっと一人でアップしてアピール続けて、前半20分ぐらいって交代で出してもらったんですよ、それで。実って、そのアピールが。で、その20分で投入直後の、ファーストプレーでヘディングでコーナーから決めて、ファーストタッチで決勝点決めたっていう。いや、かっこいい。全国、あ、違う、全国じゃない。北海道の予選の決勝点決めて、新聞取り上げられて嬉しかったっていう気持ちが、そういう思い出があります。いい思い出だね、じゃあ。うん、だって試合でスタメンで出てないからエースはかかれないよ。全然いい思い出はないですね。運なん時は、自分高校2年生の時に、たまたま運よく出させてもらって、全国で出すため2試合出たんですけど、まあ、本当に何もできなかった思い出しかなくて、結構スタメンからはプロ行った人が、まあ、大卒も含めると、まあ、7人ぐらい出た代なんですけど、まあ、その代で、まあ、自分ら2年生3人出てた中で、3人が足引っ張っちゃったかなっていう感覚があったんで、まあ、それを自分らが3年になった時に晴らそうと思って、まあ、やったんですけど、県の決勝で龍慶に
ライバル校に負けてしまったんで、選手権っていうのは結構苦い思い出でしかないですね。まあ南自体が県大会何連覇かしてて、全国大会ずっと出てたけど全部初戦負けしてて、僕らもそのジンクス破りたいみたいな感じで全国臨んだんですけど、最初シードで2回初戦なんですけど 1-0 で勝ってて、僕も出てて、ああもう勝ったかなと思ったぐらい、僕は交代してベンチ座ってて、明日も頑張ろうみたいな感じで思ってたら、ラストプレーでロングスローからヘディングで入れられてこれは選手権だと思って、追いつく方の気持ちはなんかあれだったけど、追いつかれる方ってこんな感じなんだこれはマジでやばいみたいになって、 PK 自分蹴れないから見てるだけで、しかも一人目だったかな、一人目止められて、PK やばいっすよね、やばい。俺2回蹴ったっすけど、県予選と本大会で、県予選自分が、そう、3番ぐらいで2年生で、まあ、そうなんだ。県予選の時1人外してしまったな、先輩がやばいやばいってなって、俺緊張すぎて笛と同時に蹴ったんでマジでもう動画残ってないですよ、俺だけで、本大会はちょっと動画やっぱ欲しいじゃないですか、PK ちょっと止めて蹴ってしっかり決めたんで、でも結果負けました。僕は追いつかれて PK で負けるっていうザ選手権を感じて負けましたその時に人生で一番ぐらい泣きました、僕は。うん、俺も2年生の時は泣いたっすね。選手権は2年生は泣けなかったな。負けたら泣くよね。PK で勝った。俺らは逆に PK で追いついて勝ったわ。いや追いついた方が勝つよね。うん。追いついて、うん。でも多分俺らの PK 多分有名な話題になってる。キーパーがちょこちょこ PK。30秒ぐらいずっとこうやって。嘘。ツイッターかなんか結構バズりましたそれ。でバズったその次の試合でハーフラインぐらいからのフリーキックそのままバーンって決められて、それもまたバズりました。2試合連続。あ、思い出あるわ俺。1回戦で全国だけど、キックオフシュートしてキーパーに足でトラップされた。バズった。俺動画持ってるけど、誰も動画持ってない。キックオフ。それはおもろい。真ん中から蹴って。3。ポンポンポンでキーパー足でトラップして。一番はずいそれ。それバズらんか。いや、バズると思ったんだけどな。動画あったら、チャンスっていう思い出があります。